新潟県立小徳館高等学校は、新潟県長岡市与田町東与田に所在する県立高等学校。2005年に、新潟県立与田高等学校、新潟県立寺泊高等学校を統合、与田高校の校舎を継承し開校された。基礎学力に重点を置いた授業を展開しており、週2回、非、金に五次元授業、週塾度別、少人数授業を実施している。 二年次に進学コース文系、理系、総合コースのいずれかを選択して学習している。全体では一2二年次での保育体験実習や、市内の公共施設、企業へ4日間のインターンシップ等の取り組みを実施している。卒業生の進路は、むね大学15%、短期大学、専門学校50%、就職30%の割合となっている。 生徒指導では、岡山学芸館高等学校での取り組みをもとに、ゼロトレランス方式が導入されており、アルバイトは全面禁止である。学校名は1860年に設立された、良いた藩半校、聖徳館に由来する。この藩校は、母親戦争の影響で一旦閉校を余儀なくされたが、1869年に再校された。 その際、藩主のいい名を安は、藩主の指定に限らず広く、領民に就学を進め、極貧者でも良し、異食獣にかけるものは校内に寄宿しても良いとしており、万民に対して学びの場への文句を開いたことで知られている。ありがとうございます。